高田敏ね1月15日から1987年10月25日は日本海軍の軍人実業家。海兵46機海外28機最終階級は海軍少将。戦後は生化学工業株式会社社長。1895年1月15日、鹿児島県で税務所長、高田敏秀の次男として生まれる。 京北中学校を経て、海軍兵学校に45期生として入校。病気のため留年し1918年11月、46期生として卒業。公的な席次は次席であったが、主席は皇族の名誉席次であり、実質的には主席である。翌年8月、海軍将尉任官。海軍大学高校開学生として学び、優等で卒業。 第5号駆逐艦、野風の核公会長、横須賀鎮次府付、練習艦隊参謀、長芸公会長などを経て、1930年11月、海軍大学校を自席で卒業した。以後、ドイツ駐在、海外教官、海軍省軍務局第一課局員を経て、シナ方面艦隊兼第3艦隊参謀として、パナイ号事件の解決にあたる。 総流副長、第二艦隊参謀などを経て、1940年11月、軍務局第一課長に着任。台米強硬派の一員として、石川新吾同局、第二課長らと共に、海軍国防政策委員会、第一委員会に加わり、1941年6月に、台米海戦を想定した報告書、現状成果におて、 帝国海軍の失礼べき態度を取りまとめた。作成された報告書の内容は海軍部内の姿勢を煽るような内容となっていた。作成者である高田の証言によると海軍としては戦争を避けたいと考えていたが、それでは陸軍や国民に海軍は弱腰だと非難を浴びる。そこで日米関係を煽る内容の報告書を作成することで、 海軍の面目を保ち、さらに臨時軍事費を獲得しつつ、後に米国と打結するという筋書きの下作成したと言う。しかし、報告書が作成された時期は、日米交渉も終盤にあり、アメリカでも1941年7月21日には、日本本土に対する先制攻撃作戦案が再開、されるなど関係が極度に悪化していた。 太平洋戦争には1942年7月、第三艦隊主席参謀として出征し、機動部隊の再建、作戦指導の中心であったという。以後、連合艦隊主席参謀、横須賀航空隊副長、連合艦隊参謀副長兼海軍、総隊参謀副長などを歴任し、1944年10月、海軍少将に進級。軍務局次長、 県軍令部、第二部長、県大本営海軍戦備部長などを務めて、終戦を迎えた。1945年11月、予備役に編入と同時に住院招集を受け、第二副委員官として第二副委員長に出資し、翌年3月、住院招集が解除されるまで務めた。後、生化学工業株式会社社長や水公会、副会長などを歴任した。 軍令部 OB を中心に開催されていた海軍反省会において第一委員会の責任が問われ、高田も1982年12月22日に開かれた第37回反省会に招かれた。高田は海軍部内で戦争に賛成したか反対したか、こういうことももう忘れました。日本海軍に日米戦争をやれば絶対に勝つと思っている人があったかなかったか。 私にはわかりませんとコメントし、以後は反省会に出席することはなかった。猪瀬直樹義弘氏、目撃者が語る昭和史、第4巻2.26事件青年将校の決起から、鎮圧、処刑まで新人物往来者、P90、富山三雄編、陸海軍召喚人事騒乱海軍編では、主席となっている。NHK、NHK スペシャル、 日本海軍400時間の証言第1回海戦。海軍あって国家なし。NHK オンデマンド。2014年1月8日閲覧。漢方第4793号。昭和18年1月7日。ありがとうございます。